すべてのユミルの民に積む。今、エレンの声が。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、すべてのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にあるすべての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていたすべての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず、すべてのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人は、この島の外にあるすべての地表を踏み鳴らす。そこにある命を、この世から消滅するまで。